皆様こんにちは。大紀元ニュースです。ケネス・ブレイスウェイト、アメリカ海軍長官は、11月17日、インド洋と太平洋の境界に近い場所で新しい艦隊を設置するよう、海軍に要請したと述べました。インド太平洋地域における中国の拡張主義への対応だということです。アメリカ海軍研究所が運営するメディア、アスニーニュースによると、ブレイスウェイト氏は同日、 アメリカ海軍潜水艦連盟の年次シンポジウムで講演しましまたスピーチ冒頭で中国は世界各地でその攻撃性を示していると述べインド太平洋司令部が管轄する地域の課題に対処するため番号付きの新たな艦隊の必要性を力説しました中ノルウェーアメリカ大使を務めていた同志は北極圏から戻ってきたばかりだが北極圏における中国の存在感は かつてないほどだ最近私は極東を訪問した同盟国とパートナー国の誰もが中国の攻撃性を懸念していたと語りましたまた1812年の米英戦争以来アメリカの主権が今日のように圧力にさらされたことはないという認識を多くの有権者と共有したとしましたインド太平洋地域は神奈川県横須賀に拠点を置くアメリカ海軍第7艦隊が担当しています。 ブレイスウェイト氏は同地域で拡張を続ける中国の抑止力を強化するために日本の第7艦隊だけに頼らずシンガポールやインドのような同盟国や友好国に目を向け艦隊を複数配置しなければならないと付け加えました。同氏は艦隊の位置はシンガポールの近くが好ましいと述べましたが場所よりも早期設立を重視するということです。機動力を重視し 太平洋を横断して同盟国やパートナー国への最善の支援ができると判断するまで進めるとしましたブレイスウェイト氏は数週間内にインドを訪問しインドの安全保障上の課題と相互の支援について会談することを明らかにしました同氏はアメリカだけで中国に立ち向かうことはできず太平洋地域や世界中の国々が 軍事的経済的にアメリカの中国への対抗を支援する必要があることを明確にしました大紀元エポックタイムズジャパンの YouTube チャンネルをご覧の皆様いつもご視聴ありがとうございます私たちは皆様から頂戴いたしましたコメントをいつも楽しみに読ませて頂い,いておりますそして皆様からの貴重なコメントは 大機嫌の活力となっておりますいつも本当にありがとうございます引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします